こんにちは、建築試験一問一答チャンネルです。今日はですね、環境の分野からゼブについて取り上げてみたいと思います。それでは早速問題を見てみましょう。日本におけるゼブ、ネットゼロエネルギービルとは、建築物における一次エネルギー消費量を建築物、設備、省エネ、性能の向上、エネルギーの面的利用、オンサイトでの再生可能エネルギー活用などにより削減し、年間での一次エネルギー消費量が正味、ネットでゼロ、またはおおむねゼロとなる建築物である。平成25年からの出題となります。こちらどうでしょうか。正解は丸です。この文言通りですね、ゼブに関しては、建築物における一次エネルギー消費量。一次エネルギー消費量って、皆さんイメージわかりますか？これはまあ空調だったり、コンセント、照明、コンセントだったり、まあ設備のことですね。ここに書いてあります。ETC。で、おおむねゼロとなる建築物ということになります。でですね、ゼブに付随して、二つ用語を覚えておいてほしいんですけれども、ゼブレディとニアリーゼブ。ゼブレディっていうのは、もう少しで、ゼブに近いよというのと、ニアリーゼブ、もうすぐゼブだよという、ゼブの基準となりますね。で、まずゼブレディに関してはどういうことかというと、これはですね、再生エネルギーを除き、このポイントですね。再生エネルギーを除き、除き 50% 以上の、50% 以上の一次エネルギーの削減に適合した建築物となります。で、ニアリーゼブというのはですね、すみません、字が汚くてですね。まずこの 50% 以上の再生エネルギーを除いた場合に 50% 以上のエネルギーの削減に適合し、かつですね、かつ、再生エネルギーを含んだ場合、今回は含んだ場合ですよ。70から100% の一次エネルギーの削減に適合する建築物。つまり、エネルギーを除いた場合は 50% の削減で、かつ、エネルギーを含んだ場合に 75から100% の一次エネルギーの削減に適合する建築物だと。で、このニアリーっていうのはもうすぐゼブ。ニアリーっていうのはもうすぐっていう意味ですよね。なので、まあ、75から100%。なので、もうすぐという、こう、英語の意味と合わせて覚えるといいと思います。で、ニアリーレディっていうのは、まあ、大体半分だと。準備はできてるよという意味で半分ということになります。これはですね、まだ、出題されてないんですけど、この二つの用語っていうのはですね、ゼブに合わせて覚えておくと、おそらく近年中に、出題されると思います。今日は以上となります。